クラウド軍は、アメリカ合衆国カンザス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は9533人であり、2000年の1268人から7.2%減少した。軍庁所在地は、コンコーディア市であり、同軍で、人口最大の都市でもある。クラウド軍は、当初、シャーリー軍と名付けられていたが、後に、 ウィリアム F ・クラウドにちなんで、クラウド軍と改名された。クラウド軍は、リパブリック軍とクラウド軍の合同会議において、現存するワシントン軍から形成された。法的には1866年9月6日に、組織化され、エルククリークが、暫定的軍庁所在地に指定された。1887年、アッチソントピカサンタフェ鉄道が州内ネバから、 ネブラスカ州スーピアリアまでの支線を建設した。この支線は、ストロングシティ、ネバ、ロックランド、ダイヤモンドスプリングス、バーディック、ロストスプリングス、ジェイコブス、ホープ、ナバーレ、エンタープライズ、アビリーン、タルマージ、マンチェスター、ロングフォード、オークヒル、クラウド軍ミルトンベール、クラウド軍オーロラ、クラウド軍、ハッシャー、クラウド軍コンコーディア、カックレー、 コートランド、ウェバーを結び、ネブラスカ州のスーピアリアを繋いだ。ある時点で、ネバからロストスプリングスまでの線路は撤去されたが、通行権は放棄されなかった。この支線は当初、ストロングシティスーピアリア線と呼ばれたが、後に短縮されて、ストロングシティ線となった。1996年、アッチソントピカサンタフェ鉄道は、 バーリントンのオーザン鉄道と合併し、現在の BNSF 鉄道となっている。地元の人間は現在でもこの線をサンタフェ鉄道と呼んでいる。クラウド軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、1998年になって住民は投票で個人がたしなむ。 アルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は718.47平方マイルであり、このうち陸地は715.63平方マイル、水域は2.84平方マイルで、水域率は0.40%である。 リパブリカン側が軍内を通り、北のリパブリカン軍に入ってから、東のクレイ軍に抜けている。ソロモン川は、軍南西部を横切り、ミッチェル軍から、オタワ軍に抜けている。ジェームズ・タウンコの一部が、軍北西部にあり、一部は、リパブリック軍南西部に入っている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による、人口統計データである。フランク・カールソン。 第30代カンザス州知事、コンコーディアを故郷と呼んだ、フランク・カールソン図書館は彼にちなむフランク・カールソンは、第30代カンザス州知事とカンザス州、アメリカ合衆国会議員及び同乗院議員を務めた政治家である。コンコーディアシを故郷と呼んだ。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。 クラウド軍は18の軍区に分けられている。コンコーディア市は政治的に独立とはみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。